神仙サジ。ジョカラより先に世界の融合に巻き込まれていた彼は、密かにこの地を調査していた。そのサジから連合軍へ報告が届く。オリュンポスから紛れ込んだ怪物の操り方が判明した。新たな仲間と共に待っていると、怪物の実態を見極めるべく、そして新たな仲間を得るべく、連合軍は調査に向かった。どういうことだ？サジ殿は敵に取り囲まれているようだが。あれはオリュンポスの奴らか。下せぬな。サジはそんなことは一言も。しかし敵を排除しつつ進まねば、サジ殿と話もできまい。そうだな、神だか何だか知らねえが、ぶっ飛ばしてやろうぜ。やけに敵の数が多い。聞いていた話と違うぞ。来たか。思いのほか早い。よほど怪物に会いたかったと見える。何を言う、長男。敵を排除したら話を聞かせてもらうぞ。勇ましき敵か。戦界の連中など押しつぶしてしまえ。さて、怪物避難の始まりよ。怪物を駆使した戦い方、小生が解いて死ぬぜよ。天空の覇者よ、群がる敵を焼き尽くせ。整列に。すげえ、なんだありゃ。鳥だ。それとも獣なのか。まか不思議なる存在で、異世界の神がこの地に介入したことで現れたという。いいぜ、その調子だ。行くぜ相棒、片っ端からぶっ潰しめ。うん、たるよ、異国にはかかる魔者。がおったか。天空の覇者よ、敵陣を焼き尽くせ。いい調子だ相棒、誰が一番派手に暴れるか勝負といくか。サジ、怪物の由来は分かった。だがどうやってこいつらを手なずけた。彼らはもとより人の世にあるべきものではない。その存在自体がおぼろである。ルスダを求めておる。すなわちひとたび斧が主と見定めれば、誰であろうと従う性質を持っておるのだ。今一つ釈然としないが、要は擦り込みのようなものか。なぜ人間がこいつらを操ってるんだ。誰か早く止めろ。幾万の兵力にも値する圧倒的な力、策の幅も広がるだろう。大きな戦力には違いないが、由来はどうなの。種類によって姿形も違うようだな。
火炎を吐く翼の怪物、怪力で全てを破壊する極の怪物、さらにもう一種類。さてはサジ、怪物の力を試すためにわざと孤立し敵をおびき寄せた。砦を突破した。余勢を借りこの地から敵を追うぞ。いい気なものだ。せいぜい勝った気でいるがいい。軍人公に別にそぼりとれ。吐かれるな。無駄には敵ぞ。その骨はどんな感触だ。天空の覇者の魂が是と叫んでいる。撫でてやれ、清潔に。やわらかい。今だ、戦場に混乱を呼べ。荒ぶる闘志と怒り、清潔、魂の声すら届かぬか。落ち着け相棒、わしの言うことを聞きやがれ。聞いたであろう、あれがこの世界におる三種類目の怪物。やつらを操れるのは自分だけだと思うのか。貴様、向こうも怪物を引き連れてきやがった。頼もしい怪物も敵となれば今日心して当たる必要があろう。人の身で怪物に当たるわけさく。奴らを倒すには先ほどのように。砦は突破した。余勢を借りこの地から敵を追うぞ。いい気なものだ。せいぜい勝った気でいるがいい。そぼりと吹かれるな。油断は敵ぞ。その骨はどんな感触で。天空の覇者の魂が是と叫んでいる。撫でてやれ、清潔に。やわらかい。今戦場に混乱を呼べ。荒ぶる闘志と怒り、清潔、魂の声すら届かぬか。落ち着け相棒、わしの言うことを聞きやがれ。そのまま言うたである。あれがこの世界におる三種類目の怪物。奴らを操れるのは自分だけだと思うよ。向こうも怪物を引き連れてきやがった。頼もしい怪物も敵となれば今日心して当たる必要がある。人の身で怪物に当たるわけさく。奴らを倒すには先ほどのように。拙者が参ろう。さすがは周公。怪物を敵に回したならば操る者を撃つが上策なのだ。本来怪物は中立なのだ。目の前の標的と戦う奴らにはそれしかない。よくやった。素晴らしい働きだ。よくやった。なかなかのもんじゃねえか。人間の戦とは随分勝手が違うな。かつて学んだ兵法などまるで役に立たんか。大丈夫だ、シュウ。俺たちなら怪物だって倒せる。それに前にもこんな目にあった気がするんだよな。遠慮はいらんぞ。
よくやった。素晴らしい働きだ。拙者が参ろう。我は左脳なり、平八これにあり。せい。拙者が参ろう。我は左脳なり。怪物指南もいよいよ大詰め。門番を打ち、突破口を開きたまえ。この愛のよ、最後の切り札をお目にかけよ。あいつを手なずけていたと。俺いつの間に。そなたこそ真の三国無双と言えよ。同じ種類でも異なる特徴を持つ怪物もおるらしい。小生も未だ全てを解き明かしてはおらぬ。いずれ未知なる怪物と相まみえる時も来よう。相棒と砦をぶち破るのは最高だったぜ。また一緒に戦いてえもんだ。言葉を持たぬ怪物だが、その魂の叫び確かに届いた。周傭兵長宗壁元近悪雷天。この者らは偶然にも小生の前に現れたのでな、怪物を手なずけるよう頼んだのだ。最初は見た目に驚いたが、慣れると結構頼もしいんだぜ。そして可愛らしい。戦う時我らの魂は共鳴している。清潔なまでに。そうか、怪物たちへの愛のようなものが伝わってくるな。確かにかっこよかったな。俺もいつか一緒に戦ってみたいもんだぜ。うむ、なんといっても寡黙なところがよい。まあ実りがあってよかったな。助かったぞ、サジ。小生、サジと申す者。悪雷天意はだ。周傭兵、奏でよう。これは執着。
告！本能寺にアテナの軍が侵攻を開始した模様。こちらは手薄なためどこまで持つか。案ずる必要はない。諸葛丹にあるものを託した。奴の策があればすぐ陥落することはあるまい。信長様、さすがです。手薄になれば本能寺が狙われることを読んでいらしたんですね。これより本隊を編成する。だがすぐ動けるものは行くがよい。はい、では私は先に向かいます。アテナがいるなら心配だ。私も行こう。俺は俺で援軍を用意しておこう。ちょうどつい先ほど部下たちがこの世界に現れてな。一人目立ちたがりのやつがいるのだ。せっかくなら派手に登場させてやった方が喜ぶだろう。目立ちたがり、すごい。私とは正反対です。わかりました。本能寺の皆さんにも援軍のことは伝えておきますね。孫賢殿、伝令から報告がありました。前線の我らの城にダッキとリョフの軍が迫っているそうです。ダッキとリョフが？厄介な連中に目をつけられたものだ。急ぎ救援に向かうぞ。はい。あの城、上杉景勝。そうか、俺は知っている。周太ならばいい。ふん、元千葉殿、その悠然たる佇まい、流れゆく川のごとし、きらめく髪のうねりは大いなる渦となりて。上等だが、まだ登れるはずだ、帝方。ん？元近殿？俺はし、真せ、俺はも、そのす、うん。三国無双だ。
ダッキとリョフ、凶悪かつ強力な2人が率いる大軍が孫権の城を覆い潰そうとしていた。城を守るは曹仁と周泰、鉄壁の守り手と言っても良い2人だったが、いかんせん飛賀の兵力に差がありすぎる。孫権の援軍が到着するまで彼らは城を守れるのか。魏と呉を代表する刀匠の戦いが今始まる。ダッキとリョフの目当ては腕輪か。ここを突破されては他の皆にまで危険が及ぶ。貨幣だが何とかせねば。いずれ孫権様が来る。それまで耐えるぞ。ああ、この宋始皇、防衛戦には自信がある。我が身を盾とし、何としても守り抜かん。ダッキ率いる大軍が迫っている。だが、この城は宋始皇が必ずや死守せん。孫権様の援軍が来るまで守り抜く。まずは城周辺の敵を倒せ。その後隙を見て撃ってって。伝令、正体不明の若武者が出現。一人で呂布軍と戦っている模様です。本当、すぐに合流しろ。敵の敵は味方。今は少しでも戦力が欲しい。ここは一体どこなんだ。日の本の城のような気もするけど。これにやりて。これが弱味か、強食。武人の手本とすべき活躍よ。ばかりの様子。余計な世話かもしれぬ。手を貸そう。助太刀ですか。ありがとうございます。俺は豊久、島津豊久です。気づけば知らない場所にいて襲われてめちゃくちゃ困ってたんです。助かりました。
この城を奴らから守ってるんですか？うん、よければ手を貸してもらえぬか？はい、喜んで協力します。始末は、受けた恩は必ず返す。レンゲ、西から敵の増援が接近中。まだ敵が来るのかよ。もう無理だ、絶対勝てる。敵の増援を許せば我が軍は窮地に立たされる。増援が来る前に西の砦を制圧せん。すごい、文句なしです。こんなつまらん戦付き合いきれん。これがさっさと終わらせてやる。あいつすごそうだ。放っておいたら城が危ない。俺が食い止める。なんて見事な剣さばきだ。俺、あんたみたいに強くなりたい。そのような目で見られたのは初めてだ。シルに手を出させる。そう、俺を阻むとはいい度胸。覚えておけよ。俺の前に立つか。いい度胸だ。随分やるものですな。私たちも気を引き締めねば。頼もしきことよ。自分も負けてはおれぬ。先を越されてしまったか。城はひとまず守れましたね。押されている。このままでは地球に突破されよう。敵さん案外しぶとい。でもこれで終わりかなね、陣球さん。さよう。砲術の準備ができましたぞ。いざいざ追い打ちをかけん。砲術を放っておいたらヤバいぞ。早く止めに行かないと。でもここを動けば城の守りが手薄に。ダメだ、八方塞がりだ。俺が砲術を止めてくる。島津は最後まで諦めない。拙者の名よ。殿久殿を死なせてはならん。誰か援護を頼む。はい、文句なしです。あの若武者一人で敵陣に向け。
頑張らねえと。必ず死亡死守する。敵陣へ向けて攻撃を開始する。みんな私に続け。余力に取る。宗神殿は戦上手なんですね。その采配俺憧れます。身に余ることが。豊久殿こそ鬼のごとき武勇よ。持ち答えてくれた。これよりは我らが共に戦おう。おお、孫賢殿、これで流れも変わるだろう。皆のおかげで守りきれた。よし、これで攻撃は止まったぞ。もう孫賢さんたち来ちゃったの。城を落とすのに時間かかりすぎ。もう力押しするしかないか。じゃあみんな攻めちゃって。あんたも強そうだな。一緒に戦えるなんて燃えてくれ。なかなか熱いやつだな。俺もお前と共闘できて嬉しく思う。お前結構やるな。その調子でいけ。お前こそ真の三国武将だ。周太、よくぞ城を守り抜いてくれた。いいや、俺の働きよりみんなのおかげです。義の重鎮たる宗神殿と靴輪を並べようとはな。だがこれほど頼れる味方はおらん。それはこちらとて同じこと。孫武の刀匠の力、まことに心強い。よくやったな。その調子だ。俺は絶対に諦めない。宗神殿、もし答えてくれて感謝する。さすがは葬儀の盾たる将よ。いや、この勝利は豊久殿の活躍によるもの。称賛の言葉はこの若き優勝に。俺だけじゃなくてみんなが諦めなかったから、だから勝ったんです。改めて礼を言わせてくれ、豊久殿。貴公の諦めない心に皆励まされた。この勝利の一番の立役者は貴公だ。素晴らしい猛将だ。
そんな褒めすぎです。俺は俺なりの戦をしただけですから。何があっても諦めない島津の戦を。自分も周太殿も大切なもののためならば諦めない心を持っている。我らは似た者同士なのかもしれぬな。豊久殿に頼みがある。我らはこの異界で先ほどのような強敵と日夜戦っている。貴公のような猛者が仲間になってくれると嬉しいのだが、今後も力を貸してくれぬか。はい、俺でよければ喜んで。さっき助けてもらった恩もありますし、俺鬼島津の名をこの異界にも轟かせたいんです。全力で頑張りますからよろしくお願いします。ああ、よろしくと。俺はもっと強く。俺は執着。俺が真の三国無双だ。アテナの軍勢が手薄となっていた織田軍の領地に出現。諸葛丹と徳川家康が守る本能寺へと侵攻を開始する。だが信長は泰然と構えていた。この動きを予測し、諸葛丹に本能寺の地図を授け、秘策を立てさせていたのである。諸葛丹らが持ちこたえていることを信じつつ、井伊直虎たちは本能寺を救うため急行する。陣地は神を上回ることができるのか。まだアテナの姿はない。本体は到着していないということか。間に合ってよかった。信長様が来るまで私たちで本能寺を守りましょう。信長軍は本体が到着するには時間がかかる。それまで家康殿と諸葛丹殿を守り抜かねば。信長殿よりいただいたここの地図、それをもとに裏道を使った策を立ててあります。
内容は周知徹底させました。指示はこの諸葛高級にお任せを。敵には腕輪を持つ者もいるようだ。学章を守る皆の奮闘に期待しよう。ギアン様、遅くなってすみません。信長様もこちらに向かっています。ナオトラ、力を貸してくれぬか。信長殿の到着まで我らで耐え抜こう。ギアン様のもとに行きたいのに、敵が。すみません、どいてください。いや、家康殿は政宗殿に任せておけばいい。それより私たちは敵の指揮官を撃ってしまおう。なるほど、そうすれば敵もおとなしくなってくれますね。ネズミのようにちょろちょろ正面から来る勇気もない。腕輪の力、侮れない。まともに当たっても勝ち目はなさそう。裏道の策で逃げ回りながら戦うしかないな。みんなめんどくせえ。正々堂々戦いたいところだが、今はこらえよう。大元気殿、一度お下がりください。芝生殿は敵の誘引をお願いします。わかった。師匠殿、くれぐれも手は抜かないで。はいはい、それなりには頑張るぜ。諸葛丹殿の指示は緻密で的確。この調子で頼みますぞ。おお、ありがたきお言葉。必ずや家康殿の期待に応えてみせましょう。敵増援部隊が本能寺に接近している。敵の猛攻に備えよう。へっ、いちいち言われずともわかる。五十郎にも劣らぬ口やかましさじゃ。政宗様、何かおっしゃいましたか。よくやってくれた。芝生殿、抜け道へ急いでください。馬長殿は敵の背後へ回り攻撃を。はいはいっと。なんか生き生きしてるな、諸葛丹のやつ。背中がガラ空きだぞ。魔毛騎の槍、受けてみよう。俺の腕、見せてやる。ルセウスさん、違う世界の私たちのためにどうしてこんなに一生懸命戦ってくれるんですか。それは私にも原因があるからだ。私は利用されるとも知らず、メドゥーサを倒した。そして奴らの企みを止められなかった。よくわかりませんが、でもわかりました。ルセウスさんは優しいんですね。そんなこと、君たちの方がよほど優しいと思う。敵の指揮官ってどこにいるんでしょう。そうだな、普通なら後方にいると思うが。じゃあ敵陣深くまで切り込まないとですね。いい価格、突破口は足で開くべし。みんなよく耐えてくれている。だがこのまま激闘が続けば。いや、必ず耐えしのげよう。わしは美濃を信じている。そして何よりお主の采配をよ。私の時にそのような期待を。わかりました、この諸葛高級にお任せを。まだ腕輪を使いこなせていないということか。どうにか倒せたようね。腕輪をつけた宗妃殿が相手だ。正直もうダメかと思ったけどな。だがこれで時間は稼げたはずだ。家康殿、大変です。本能寺正面を突破されました。だがまだ我らがいる。三河武士の粘り腰見する時ぞ。
その調子、その調子。仕方ない。さらば。知略に挑もうとは無謀だな。敵将、そこを動くなよ。責任を果たす基本だけどすごいこと。私にはかなわぬ相手か。いや、諸葛一族として弱音は吐くまい。これぞ無双。家康殿の期待を裏切ることに。私はなんと無能なのだ。信長殿ら本隊が到着するには時間がかかる。それまで家康殿と諸葛さんで守り抜かねば。信長殿よりいただいたここの地図、それをもとに裏道を使った策を立ててあります。内容は周知徹底させました。指示はこの諸葛公宮にお任せを。敵には腕輪を持つ者もいるようだ。各所を守る皆の奮闘に期待しよう。力を貸してくれぬか。信長殿の到着まで我らで耐え抜こう。家康様のもとに行きたいのに敵が。すみません、どいてください。いや、家康殿は政宗殿に任せておけばいい。それより私たちは敵の指揮官を撃ってしまおう。 なるほど、そうすれば敵もおとなしくなってくれますね。ネズミのようにちょろちょろ正面から来る勇気もない。腕輪の力侮れない。まともに当たっても勝ち目はなさそう。裏道の策で逃げ回りながら戦うしかないな。めんどくせえ。正々堂々戦いたいところだが、まあこらえよう。大元気殿、一度お下がりください。芝将殿は敵の誘引をお願いします。わかった。四条殿、くれぐれも手は抜かないで。はいはい、それなりには頑張るぜ。おお、いい戦ぶりだ。諸葛丹殿の指示は緻密で的確。この調子で頼みますぞ。おお、ありがたきお言葉。必ずや家康殿の期待に応えてみせましょう。敵増援部隊が本能寺に接近している。敵の猛攻に備えよう。一日言われずともわかる。五十郎にも劣らぬ口やかましさじゃ。政宗様、何かおっしゃいましたか。まだ腕輪を使いこなせていないということか。どうにか倒せたようね。腕輪をつけた宗妃殿が相手だ。正直もうダメかと思ったけどね。ただこれで時間は稼げたはずだ。担当しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。あの敵の指揮官ってどこにいるんでしょう。そうだな、普通なら後方にいると思うが。じゃあ敵陣深く
くまで切り込まないとですね。いい手かくん、突破口は足で開くべし。オセウスさん、違う世界の私たちのためにどうしてこんなに一生懸命戦ってくれるんですか？それは私にも原因があるからだ。私は利用されるとも知らずメドゥーサを倒した。そして奴らの企みを止められなかった。よくわかりますセンが。でもわかりました。ペルセウスさんは優しいんですね。そんなこと、君たちの方がよほど優しいと思うよ。みんなよく耐えてくれている。だがこのまま激闘が続ける。必ず耐え忍べよう。私はみんなを信じている。そして何よりお主の采配を。私のごときにそのような期待を。わかりました。この諸葛光球にお任せを。おお、いい戦ぶりだ。あっぱれなる勇士を褒めて使わす。ご無礼ながら非常的でございます。失礼。己の物覚えに笑いがこみ上げまして。私が相手で不服かな。こんな集大をさらすとは。先方に見せるは恥だ。責任は果たす。基本だけですごいこと。私一人ならば。ちょうどいい。我が知略を試させてもらおうか。私が負けただと。敵の攻勢が止んだようです。門を開け打って出るべきかと。待っておったわ。今こそ竜が天に昇る時よ。足に過ぎたるものとは、ただ勝つのことよ。もしかしてこの人が。ああ、
が指揮官らしいな。私たちを狙う目の付けどころは見事ですわ。ですが、我が君のためここで消えていただきます。華麗に大役を演じるはずが、こんな形で舞台を降りることになるとは。我が君、申し訳ありません。指揮官を倒した。これで敵の足並みは乱れるだろう。本能寺を守り抜いたか。大義預かりし要所、敵に渡すことなどできませんよ。せっかくの地獄、私も楽しませてもらうわ。全軍散開して将を叩くんじゃ。人に任せきりで長引いては面倒だ。私が肩をつけよう。ご無礼ながら上敵でございます。忠勝こそ東国無双、いや天下無双よ。犠牲も私一人ならば。信長様が近づいています。おねね様、俺を行かせてください。ひろわさん、ふけがけすんじゃねえ。おねね様、俺も行きます。二人とも働き者のいい子だね。気をつけて行ってくるんだよ。平八、これにあり。信長様さえ倒せば敵はおとなしくなるじゃろう。いや、狙うは信長様じゃ。ほう、猿が来たか。信長が可愛がってやる。あら、他にも懐かしい顔があるわね。からかってあげるわ。社長、会いたかったわ。今度こそ私のものに。こんな時に。よし、ここをわしがどうにか守っちゃる。ねえ、あいつらを頼んだで。アテナが出てくれば面倒だ。私が相手をしよう。ナオトラ殿は別の敵を頼む。わかりました。私は前線で敵を止めます。アテナ、狙いはこの私だろう。ペルセウス、望み通りすぐに下してやる。みんな、反撃砲が助太刀に参りましたぞ。かなり目立ったよな。孫権殿の命により、この呂氏名も参戦する。敵の援軍か。手間を増やしてくれる。今のわしじゃ信長様にはかなうか。その調子、その調子。よくやってくれた。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。もっと援軍を送ってくれ。敵の増援を抑え込むのだ。諸葛丹殿の激怒、将兵の士気も上がっておる。数で負けていようとも必ずや押し切れよう。諸葛丹を焚きつけているのは家康か。どこにも食えない奴だ。足に過ぎたるものとはただ勝つのことよ。犠牲、私一人ならば。どれだけ愚行を重ねるのだ。信長殿に託された本能寺、守り抜けて本当によかった。皆の力、何より諸葛丹殿の才のおかげよ。いえ、私などにそのような、もったいないお言葉です。あの、皆さんもありがとうございます。孫権さんのおっしゃった通り、とても派手で素敵なご登場でした。
派手？何より嬉しい言葉だな。改めて俺は菅義光、影は薄いが覚えててくれな。よし、使命だ。挨拶が遅くなってすまん。これからよろしく頼む。わしはこう幸福、どんな世界であろうと殿のために戦い抜くまでや。神に歯向かう者がまた増えたか。神、私たちはどうすればいいんでしょう。腕輪を使わなければ勝つのは難しいですよね。でもペルセウス、正直わからない。ただゼウスは狂楽的で神ゆえの傲慢さを持ち合わせている。人間など神から見れば弱く愚かな存在、ゆえにゼウスが導かねばならないし、ゼウスのために苦しんでも仕方がないと。そうやって人間たちがどれだけもてあそばれてきたか。この世界を作ったのもただの戯れかもしれない。気まぐれに滅ぼそうとしているのかもしれない。もしくはオロチとやらをどうにかしたいのか。いずれであってもいずれでなくともおかしくない。読めぬ男であるか。私たちどうしたらいいんでしょう。やらいでか。俺が菅義光、よ使命の地。俺は執着。真意の見えぬ敵か。信長殿と戦っていた頃を思い出すな。ウヌは信長に挑み、覚悟を示して問いかけた。こたびはいかがする。私の考えは同じだ。まずゼウスに真意を問わねば。この世界でどうすべきかも定められぬ。であるか。ゼウスに会う方法はただ一つ。腕輪の力を使い戦うこと。だく、それが人の子の選択ならば見守ろう。我らがこれ以上干渉すれば戦界とオリンポスの対戦となる。ゼウスの真意を尋ねるまでは避けねばな。承知した。どうかよろしく頼む。ならば他の腕輪も探した方がいいかもしれませんね。敵に渡さぬため、ゼウスの降臨をより早めるために。腕輪。ハム、思い出したのじゃ。父上、あの噂を覚えておるか。ああ、不思議な力を持ち民に崇められているという少女の話ですね。私もつい先ほど聞いたな。その娘が腕輪の持ち主である可能性は捨てきれん。決まりなのじゃ。みんなでその娘に会いに行こうぞ。申し上げます。民が我々の軍を頼って逃げてきました。妖魔に襲われたそうです。なんだと？民を狙うた
卑怯な奴らだ。さらにまだ逃げ遅れた者がいるとのこと、いかがなさいますか。そんなもん今すぐ助けに行くに決まってんだろうが。少し落ち着いたらどうだい、天意殿。敵の様子も民の被害もつかめていない。こんな状況で動いたって。こうしている間にも民がやられちまってるんだ。のんきにしてる場合じゃねえだろうが。たとえ一人でも俺は行くぜ。やれやれ、熱いの。戦場を混沌で染め上げてやろう。無双の部、ここに極まれり。Thank you.